はい、どうも、モノさんです。さあ、今回からですね、実際にリーグで戦ってる様子を、動画にしていこうかなというふうに思います。で、僕はね、結構青パーティーをメインで使うことが多くてですね、はい、こちら、今回使っていくのは、ヒット&ローということでね、こちらは、確か7月だったと思うんですけど、約2ヶ月前に出た、超フェス。ニカが出た、その前に出たやつなんで、かなり、最新の超フェスというか、2つ前の超フェスですね。はい。で、メダルはこちらの、キングメダルと、ジャックメダルと、銅像メダルという感じで、キング、これ、味方がいないとき、1人で、握ってるときですね、ダッシュ速度 8% 増加。で、ジャックメダルは敵陣にいるときに、スキルのクールタイムが 13% 増加。で、銅像が旗抜くと 5% 短縮、5% 体力回復ですね。はい。で、タグが大岩盤で、3つなんで、ダッシュ速度 20% 増加と。で、キングの固有特性と相まって、1人で抜いてるときは 28%、ダッシュ速度が増加してますよと。で、この辺の動物だったり、百獣だったり、ワノ国っていうのは、基本3セット発動してるんで、敵陣にいるときはスキル2が、30% 常時短縮されてる状態という感じになります。で、あとはね、もう固有特性で、体力が 70% 以上の時は、ダッシュ速度 50% 増加っていうのね。これ、キットとロー共通の、特性になりますので、はい、このメダルと合わさると、大体 78% 増加ってことでね、かなり肌抜く速度も速いんじゃないかなと。で、体力に 48%、で、攻撃が、64%、で、防御が、50% っていう感じですね。ちょっと振り方はね、ちょっとまだ甘いんですけど、ちょっと継承アイテムがなかったんで、はい、こんな感じになっております。で、最近はね、防御無視の攻撃も結構増えてきてるんで、防御はそこまでっていう感じですかね。防御も振るんですけど、その体力に振ってないと、結構こうニカのギガントだったり、バジュラングに耐えられなかったりするんですけど、体力 48% 振ってやると、結構ね、そこ耐えれたりするんで、いいんじゃないかなということで、こちらやっていきたいと思います。で、サポートはね、173.1%。で、タグはアタッカー麦わらゾーン新世界という感じになっております。結構ね、頑張って育てました。というわけで、早速やっていきましょう。はい、というわけで、早速1戦目。後付け解説でね、やっていこうかなというふうに思っております。で、2戦目、3戦目に関しては、ミラティブ配信の切り抜きですね。はい。で、敵はキットロー2体と、マムですね。はい。で、こっちは、ウタとキットロー2体と、マムですね。似たような編成ですね。で、敵はキットロー増えましたと。で、これ、パンクバイス返しで、ちょっと早かったですね、打つのがね。はい。ただね、ここで、敵のキットロー削り切って、こっちの防御力をガンガンに上げました。はい。で、こうなると、こっちが旗抜いてるときを見てください。全部1とか2とか、1桁、食らわないです。はい。なので、まずは防御力上げると。で、敵のキットローもね、防御力が、上がってる状態にキットローを攻撃することによって、こっちのパンクバイスもまたスキルがね、はい、増えていくと。で、ここにちょっとちょっかい出そうと思ったんですけど、キットローと、2体いたんで、奥のね、こっちの敵の二陣の方を攻めようかなと。いう感じですね。で、ちょっと後ろも気になりつつ、大丈夫だなと。で、またこっち戻るっていうね。やっぱあくまでゲッターなんで、やっぱキットローってこう、戦闘性能がね、高いがゆえに、どうしても戦いたくなっちゃうんですけど、やっぱり旗抜くのが仕事。どこまで行ってもゲッターなんで、奥に攻めていく方がやっぱり強いと。で、ちょうどいいタイミングでブーストが来ます。で、今、1分37から旗握り始めました。で、ここなんですけど、体力 50% 以上と、メダル。で、1人で抜いていると78% 増加ということで、大体7秒で超過旗いけますね。7秒、8秒ぐらいで。うん。そう考えてやっぱ結構早いっすね。はい。王冠版メダル3種はすごいありかなというふうに思います。で、体力もね、地味に 5% 回復できるんで。で、ここなんですけど、敵が本当に一陣戻りたくないです。なんでかちょっとリス値近いんで、ここはね、ぶっちゃけ捨てでいいかなと。で、今二陣取られてると思うんですけど、二陣を取られる方が良くないんですけど、ただね、これ、敵がね、真ん中に1体しかいなかったんですよ。っていうことは抜けるじゃないですか。で、真ん中を抜くことにこのマップは結構意味があるなと思ってて、で、キットロー耐久できるじゃないですか。ここで耐久すれば最悪二陣、敵二陣、味方二陣ね、どっちか、取られてたとしてもすぐ降りてパッと取り返せるんですよね。このステージにおいては
キッドローは真ん中取ってた方が強いかなというふうに思います。一陣はね最悪すぐ取り返せるんで、はい。で、まあ、ここちょっと回避待って、回避早いですね。ちょっとこのここね連勝がかかってたんでちょっと焦ってますね。はい。で、まあ、ビレでなんとか合わせていくと、でここで倒しと、でこうそうこうしてるうちに、まあ、2陣も味方が抜いてくれたんで、まあ、これも勝ち確ですね。はい、安牌に勝てました。ありがとうございました。さあというわけでね、2戦目になります。でこちらあのミラティブの切り抜きですね。さっき言ったようにミラティブの切り抜きなんですが、ちょっとね自分 の, あの設定ミスでですね、あの期間限定の BGM が流れてるタイミングだったのかな、あのちょっと著作権のあの兼ね合いでこれちょっと音がないっていう感じになっております。はい。でまああの音声のみという感じでお送りさせていただきたいんですが、まあ、キットローですね。で今回はね結構ニカが、多いです。はい。でまあニカなんですけど、ここね2体来ます。でも結構ね冷静に対処すれば意外といけちゃうんですよね、ニカ2体のとこからも。でまあ雷片方吐いて、でまだバージュラングがどっちも残ってるんですよ。でここありがたいですね、バージュラング2人かぶるっていうね。はい。で任せろっていうことで、まあ6番さんがいなくなったというタイミングで、これカウンターミスってますね。はい。で握ります。でぼちぼち雷か踏みつけですね。はい。これも踏みつけだったんで吹っ飛ばして握りますと。であと残ってるのは雷と、そろそろ多分クールタイム的に雷残ってますね。ここもジャスト回避ですよね。もう握りますね、剥がすすべないんで。はい。取って、でちょうどブーストが来ると、でここねカウンター引きました。非常に申し訳ないです。ここねカウンター引いちゃいましたね。でここね意外と起き上がり入るかなと思ったら入んなかったんですよね。これちょっとシビア。うん。ただまあどっちもねパン、ダムドパンクで吹っ飛ばせたので、まあ、ここを取っていくと。でまた木図ジャスト回避からのパンクチャービレと、うん、まあいい感じですね。ただね体力がねちょっと少なくなってきたので、ぼちぼちちょっとキリッとに切り替わってでやっていきたい感じですね。はい。まあニカももうこれで結構さっきのね任せろの7番さんニカですね。はい。これで倒していく。ニカ2体これでね倒しました。意外とね、粘ればいけますね。ただねやっぱクールタイムとかをねちゃんと見とかなきゃいけないっていうので、まあ出てきたキャラクターがカイドウだったんでこう逃げまして、で裏ダムドパンクを華麗に外していくという感じでございますね。はい。まあ、ブースト中のカイドウさんなんで、まあ、なるべくはかかりたくないと。で、今ね、雷打ってきたんで、ジャスト回避取ろうと思ったんですが、回避を見せてしまったので、バジラングガン、打たれると。で、これも抜き割りで、はい、ダムドパンク一撃ですね。で、これ、旗握ると体力回復があるので、ロークに切り替わって、少しでも体力を回復していくというね、はい、感じですね。で、ここは、シャンクスが来たんで、キットに変わりました。パラメータ増加中のね、敵から攻撃される、時にダメ化が 60% つくんでトータルで、はい。でもあとね残り7秒なんでもう勝ちですね。これバジュラングガンを打っていきたいなと思ったので無敵で合わせていくって感じです。はい。これで9164だいぶ稼げましたね。ありがとうございます。今あれなんですよ、敵のあれキドロを上に上がらせないっていうね。どういうことかっていうと、まあ、こういうことなんですよこういうことなんですよ。ヒドローをとりあえず1体しか上に上げてないんで、あそここういうことなんですよね。一旦ね回避するっしょ。レッツするんですよね。はい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 、いいよ、はい、よいしょ。剥がすすべないですよね。はい、よいしょ。で、いいよ、全然いいよ、全然食らえません。よいしょ。入れない。まあ、取るかな。回避、ドーン、引き飛ばし。よいしょ。よろけ向こうなんでね、こっちは。振動タクトが流出しました。チュートリアル中の振動タクトさんが流出したよ。はい、OK。OK。勝った。一陣守れっか。守れねえか。ナイス。いった。
カウンターやると思ったわ。はい、残念でした。ナイス。食事見て、これでも旗抜けねえっしょ。いいよ。いやー遅かったな。ありがとう。スキルかぶっていく。ちょ、任せるわ。真ん中取り行くわ。真ん中抜かれる方がきつい。よいしょ、ナイス。え、またあっち取るわ。じゃあオッケー。一陣は取れるか。取り返せそうかな。上やばいかな。抜ける。オーケー、勝った。ういー、きた、9連勝。さあ、いかがだったでしょうか。というわけで今回はキッド&ロー使って遊んでみました。で、おそらくね、ため撮りしてある分で、次回もキッド&ローの動画になるかなと思いますが、まあ、リクエスト等あれば、また別の、キャラクターとかもね、やっていければなというふうに思っております。で、まあね、意外とこう、最近ってこう、なんだろう、キッド&ローだったり、まあ、ニカだったりと、新しいキャラクターがポンポンと立て続けにね、まあ、出たんですけども、まあ、その分、過去キャラの情報修正がね、先日、来まして、赤のカタクリだったり、まあ、ガープだったりとかっていうところですね、赤のガープですね。はい。まあ、ああいうのが出てきて、まあ、前よりこう、偏りが、ちょっと減ったかな、というふうに思って、まあ、そこは、いいですよね。なんか、バウンティーって、本来そうあるべきなんじゃないかなと。なんかね、その、情報修正来る前なんかは、もう本当にキッド&ロー、ニカ、オリン、カイドウ、もう大体この4体ぐらいしかいないみたいな。他のキャラほぼ見ないみたいなね。感じで、もう同じキャラばっかで面白くなかったんですよね。まあ2か4体とか、キットル4体とかもザラにありましたから。まあそうなってくると、ちょっとまあ飽きが来ちゃうかなと。まあいうとこなんですけども、まあこういろんなね、キャラクターを使って遊んでいけたらなというふうに思いますので、またぜひね、リクエストとかありましたら、コメント欄でお願いいたします。それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。